今年4月の統一地方選挙で当選した県議会議員の資産が公開され、1人当たりの平均はおよそ2100万円でした。県の資産公開条例に基づき公開の対象となったのは、今年4月の統一地方選挙で当選した県議会議員93人です。土地や建物のほか、預貯金や有価証券、 それに貸付金を合計した資産総額の一人当たりの平均は、およそ二千百万円でした。トップは南二区川口市選出の自民党長瀬秀樹議員で、およそ四億千八百万円。次いで西十一区鶴ヶ島市選出の自民党長峰秀和議員が、およそ四億九百万円。 南十区戸田市選出の自民党、細田義典議員がおよそ2億1800万円となっています。